ちゃ。こんにちは、豊さん。なんだよ、唐突に。はいはい。野球を見てると、はい、昔からまああるあるなんですけど、あれ例えば危険なタッチプレーだったりとか、あと例えばフォースプレーで、こう審判とねセーフアウトで揉めて退場になったりとか、結構数々こう疑問が残るというか。まあいろいろトラブルが多いよね。多いですよね。でも今は少なくなったよね。まずあの危険なものは禁止っていうのになりましたし、そうそう、まあ、それはあのゲッツー潰しのスライディングがなくなったりだとか、うん、まあ、そういうことがあるよね、はい、でキャッチャーあの守られてるよね今 ね、 そうですね、ルールでね、はい、まあ、昔はさ、うん、セカンドやってるでしょ、はい、そしたらレガースを、うん、サッカーのレガースを、はい、ここにスネアトを入れてたんだよね、うん、え、そうなんですか。いや、それはもう蹴られるもん、蹴られたりだとかさ、はい、スパイク向けられたりだとかさ、はい、するから、まあそういうこともやってた。でもそういうことやってるとなんか汗かいてくるとすごく嫌なんだよね。だから俺途中で取ったけど、はい、だけど最初コーチに言われたのは、うん、もう取って投げるときに足は必ずファーストに向けるっていう、はい、なぜか分かる、こう横を向いとくな。なぜですか。ここに乗られると膝やられるから、だから必ず一塁に向けて、払われたらこうやってなるじゃない、足が、はい、うんうん、そういう風に向けろって言われた。あ、危ないこと、もう来ること分かってるから。分かってるから。でもギリギリの時に、うん、あの足は向けなきゃいけないけど避けられないじゃないですかって聞いたことがあって、はい、その時なんてコーチは答えたと思う。避けられないじゃないですか。そうだよな、足を犠牲にしろ。いやだ、そんなの。いや、犠牲にしろって、だから足をちゃんとファーストに向けとけって言われたんだよ。怖っ。怖いだろ。怖っ。足を犠牲にしろ、うん、だから何回か裂傷の傷を負ったことある。あ、そうなんですか。ユニフォーム切れてね。今でも、まあ、ちょっと後のこと。あらあらあら、セカンドってそうなんですか。でもね、野蛮なやつがいるんだよ。誰まあ、阪神のさ、北村さんっていたんだけど、はい、足の速いセンター守ってた人なんだけどね、うん、まあ、その人は阪神の同僚に聞くと、うん、あいつ危ないから気をつけろって言われてたのよ。あ、そうなん、阪神の人からね、はい、なんでですかって言ったら、あいつロッカールームで剣あの研いでるぞって。後ろのそれも危ないし、危ないだろ。だからそのぐらいやっぱり走塁にかけてた人なんだよ。だからそれがルール上 OK だったから。そうですよね、うん、だからまあそういうことをしたんだと思うんだけど、まあ、そういう危ないことがあったよね。だってファンで明らかにカメラでこうテレビで見ていて、そっちにベースないよっていうところに出たじゃないですか。いやいや、そう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 、だから危ないだろうね、セカンドでしょ。俺はジャンプしたり、一番警戒したのは、はい、一塁ランナー北村さん一つ上だったかな、北村さん、はい、うん、ゲッツーの時に、怖いな、俺んとこ飛んで、その時だけは俺んとこ飛んでこい。あ、その時危ないから。危ないからね。危ないから。そうですよね。でもその人は警戒した、うん、北村さん元気でしょうか。どうでしょうか、そのおかわりなくね。そうですよ、まあ、磨いてるかも。もう磨かない、もう磨かない、もう磨かないですよ。いや、らしかったの。そうなんですね。で、やっぱりさ、ランナーでカッとするのはさ、タッチプレーの時なんだよね。まあ、例えば一塁で出てて牽制する、はい、牽制される、頭から戻る、うん、ね、頭にパーンってくるやつがいるんだまあヘルメットかぶってるから、はい、まあ、別にいいんだけど、うん、クラブで耳とかにかぶる時あるんだよね、タッチが痛い、でーなーとか言って言います。あ、ごめんなみたいな。誰ですか。いや、ファーストの人ってね、うん、そんな野蛮な人いないんだよ、はい、だからたまたまこう牽制でここに来てタッチが入っちゃったっていう、うん、あ、大丈夫かってよく言われたよ、はい、まあ、中橋さんとかは優しかったから、はい、お、だからごめんごめん、大丈夫かみたいな、うんうんうん、あ、大丈夫ですって、まあ、そうやって言われるとカットもしないんだけど、そう、一言ある、わざとやるやつがいるんだよ、二遊間で。二遊間で、うん、あ、でも言えば二遊間同士は気持ちが分かるじゃない、うん、うんうん、そうですね、うん、やってることしだから、やったらやられるっていうのがあるから、内野手って意外とそういうことはやんなかった、はい、一番いけないのは外野手。一番いけないのはいや、だって関係ないじゃん、タッチプレーとか。あ、まあ、そうですね、ないもんですもんね、うんうんうん、だからそういう人が野蛮なスライディングとかしてくるよね。あ、そっか、
自分はやり返せない。野蛮なスライディングした時には、はい、やっぱタッチでお返しだよね。逆にパーン行きますよ。いや、グローブで、はい、例えばここに入ってると、はい、全然痛くないんだよ。へー、怖い。タッチしても、はい、でも本当に芯で取ってる時って、はい、こっち側にもボールを感じるぐらいなんだよね、うん、おお。わかる。痛いんですか、じゃあそこで。だからパカーンってやるとさ、グラッとするよね。こう痛いってなりますよね、もうその時は。だからこの前なんか屋敷来たでしょ、はい、うん、炭鉱作ってここら辺がポコーッと腫れてんの、はい、屋敷どうしたって言ったら、うん、タッチされた。ここでやられたってことですね。パーンって。そんなになっちゃうんですか。いや、痛いってなもんじゃない。うわ、じゃあどっかでまたやり返さなきゃみたいな、ムッときますもんね。だから今度はゲッツーするじゃん。はい、行きますよね。タフみたいな、空振りするけどね、うん、空振りする時はたくさんあるけど、はい、やっぱり避けるのうまいから、うんうんうん、だからまあそういうことで、だから広島と中日で、長打かな、あの川又っていう選手にタッチしたんだよ、はい、腹にセカンド滑り込んできた時で、なんかよって言って痛かったんだろうな、はい、そしたらそれから大乱闘だよ。なっちゃいました。なった。退場になりました。何人か、数人かなったよ。なったんですね。その退場の時はターゲット決めてるからね、あいつ生意気だっつって退場にさせる。だから中日の岩本っていう選手だったかな、ボッコボコにされてたよね、広島からもうユニフォームなんか無惨なもんだよ、もうこんなになってたよそんなにされない。いや、そうなの。やっぱあるんです。あったんですね、やっぱ。いや、あるある。当時はターゲット決められたら、うん、そこに集中してくるからね。なんでみんな俺みたいな、よし始まったみたいな、一斉に自分とこ来るわけですよね。だからその火種は、うん、例えばタッチプレーだとか、まあそういうことはあったよね、そういうの昔は。ですよね。だから今はもうタッチプレーの時はあるけどね、はい、キャッチャーがここに投げてきてそのままタッチしたら顔面に入ったとかさ、うん、そういうことはもう仕方ないことだけど、うん、まあ昔は、ね、狙った節もあったよね、うんうんうん、見てね、こんなやろうと思って、来い来い来いみたいな。あ、来たわ。来たって、キャッチャーがこっちだったら、どこ投げてんだって怒ってたぐらい。逆に、ね、ここに来いよって、そしたらパカー行ったったのにみたいな。そういうの、そういう野球がだったよね。ちょっと野蛮だったよね。確かに。でもまあ、なんかそれも合わせての、昔はそれがなんか野球みたいな感じになったとかありましたよね。だから、フォースプレーとかでも、まあ、マートン選手とかがね、まあまあ、あれはちょっとフォースプレーの時はそうでもないけど、うんうん、まあ、マートンがひどかったのはやっぱキャッチャー潰しだよね。でしたね、あれはすごかったですね、うん、完全にアウトなのに。だから黒金っていう選手がさ、うん、横浜でね、はい、でマートンが滑り込んできて完全にアウトなんだよ、タイミング的には、はい、うん、セーフって言うんだよ、うん、いやこれは絶対ないわとか思ってて、なんでだよって。俺ちょうどもうその横浜のコーチを辞めた次の年だったと思うんだけど、はい、ちょうどテレビで見てて、うん、そしたら黒金がひるんでんだよね、腰が浮いちゃってんだよね、怖くて。だから来るっていうのは分かるから、はい、で守らなきゃいけないからタッチどころじゃないんだよね。ああ、そういうことか、うん、で足が完全にやっぱ入ってんだよ。もうそれはそれがさよならになっちゃったんだよ。それはもう気力で負けちゃったんですね、うん、だから中畑さんが抗議出て、うん、さも当然出るよなと思って見てたんだけど、はい、でももうひるむよね、やっぱ怖い。マートまあ防具をつけてたけど、うん、だからやっぱ怖いよね。いや、だから外国人選手がやっぱ三塁から来るっていうのはキャッチャーとしてはやっぱりあるんでしょうね、迫ってくるから。いや怖いよ、あの形相で、うん、だからコリジョンで今はもうね、うん、ランナーと接触しないようにっていうのを守られてるけど、うんうん、まあああいう野球も見れなくなってるよね、今は、ね、今はそうですね、まあ、あの選手たちの体を守るという意味でもってことですね。そうだね。で、豊さんも逆にじゃあ三塁からホームに突っ込むときってやっぱありました？あったあった。例えば、あ、これ、まあ、三塁とかセカンドとか、はい、あ、回ってもうホームに突っ込んでくるときは、うん、これタイミングやばいなって。で昔は完全にベースか隠されたからさ、あ、そう、だからどかさなきゃいけないんだよ、はい、でも俺さ、うん、体小さいじゃん、はい、まあ、今じゃでかいけどね、今じゃでかいけど昔は細かったから跳ね飛ばされるからさ、はい、だからもうスライディングにスピードはあったからね、はい、だからその相手の隠してるレガースめがけて突っ込んだけどね、うん、あ、そこでじゃあ
こうもうセーフになんとかならないかなとか。そうですね、体で耐えられたいって向こうの選手大きくて跳ね返されたらちょっとかっこ悪いよ。ポンポン。いや怪我もするしさ。あ、そっかそっか。だからもうなんていうの、このレガースに向かってバーンと弾く、うん、ようにしてた。でセーフになったことももちろんあったりとか、だから八重樫さんとか怒ってたけどね、マランドーンみたいな、毛向けてやってみたいな、メカメカお前レガースしてんじゃないかみたいな、先輩だけどね、向こう。そうですよね、八重樫さんも、お前が勝つからだみたいな言ってました。やんちゃだったからね。ああ、言ってたんですね。でもそこで例えばやん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 なって、例えば審判出てきて、審判にちょっとでもなんか言っちゃって退場とかっていうことだってあるわけじゃないですか。まあ、あるよな。ありました、ゆたこさん。ある、2回ある。何、まあ、それは1回揉めたんだよね、外人と、はい、わーっとなって、うん、まあ、それが喧嘩両成敗って言って退場になって、はい、1回はこうやってここら辺のボールをさ、こうやって避けたの、はい、そしたらスイングとか言うから、はい、みたいな、うん、こう避けるしかないだろうって。それスイング取られたの。いや、スイングですって言うから、はい、なんだ下手くそって言ったら、うん、大丈夫。いや、聞こえるように言うよね。あ、言ったんですか、ね。うん、まあ、だけど、まあ、審判も人の子だからさ、それいつも冷静沈着に、はい、こう波がないわけはないよね、人だから、うん、だからやっぱその勘に触ることをパンと言われた時に、やっぱ退場って早い人もいるよね。同じ言葉を言ってもその審判によって今これだったら OK だなと思ったら退場とは言わないってこと。多分ね、下手くそでもそこは分かんない。俺は投げ捨てるように言ったから、下手だなーって言ったら、うん、多分退場にはなんなかったと思う、うん、下手くそみたいな投げ捨てるように言ったから、まあ、多分ね、こうやってなって、でそこで抗議行かなかったんですか、審判に詰め寄ったり。行かないかな。いやいや、え、ちょっとなんで。それはもうすぐ監督が出てきてくれた。あ、出てきてくれたんですね、うん。お前ここのボールをこうやって避けて何度スイングなんだって、うん、まあ同じ主張だったけど、そうです、まあでもそれはもう審判のさじ加減だから仕方ないよね、はい、これをやったら退場とかないから。そうですよね、うん、そういう時はなんかもう笑いながら言った方がいいんですかね、笑顔で。なんかもう下手くそって言えるか。ダメか。